こんにちは、モネさん。そして番組をご覧の皆様、今回ですね、モネさんの民泊、モネの家の朝食の風景をね、ちょっと編集して作りましたんでお届けしようかと思います。ちょっとね、モネの家の素敵な朝の雰囲気を感じていただければと思います。今日はお客様で素敵な親子の方がねいらっしゃったみたいですんで、そちらの方も合わせてお聞きいただければと思います。それではこちらです。はい、今から餌をやります。よいしょ、どうぞ。一旦閉めるので、はい、入ってください。今日はお客さんも一緒に体験しに来ました。おー、グッドモーニング、おはよう、ポケコッコテージ。まだちょっとひよこ感がある。そうそうそう、ね、あのいつだったかな、そうそうそう、あの白いのがねオスなの、2匹いるので、あと全部メスなの。なんか茶色いのがどんどん白くなって大人になって、いや多分こういうなんとか、ボリスブラウンっていう種類って言ったかな、元気に食べてます。かわいいね。ケイ任務終了。あったかい。これね、あのおから発酵させたのが入ってるんですよ。すっごいあったかい。手入れてくれ。ふわーんって。あ、本当だ。ほら、ね。発酵の熱が。そう、すごいね。おからもね、そう入れてるんだって。あの近くの豆腐屋さんでもらってきてるらしい。譲ってもらってんのかな、うん、はい、これをちょっと、はい、取ってってください。半分ずつ入れる、大丈夫かな、濡れてるけど見えるかどうか。続きまして、モネの家今朝の朝食です。ご覧いただいているメニューなんですけども、卵サンドと柚子ジャムを塗ったトーストで、サラダ、ローズマリーで香り付けしたベイクドポテト、三つ葉と絹さやのスープで、ムングカレーということになってますね。デザートにですね、シロップ漬けイチゴを乗せたヨーグルト、浅摘みイチゴということになってます。まあ、イチゴはね、いらっしゃった小学4年生の娘さんがご自身で摘まれたそうです。で、サプライズでチャパティをね、お出ししましたら、お客様が、あ、これ、チャパティじゃないっていうふうにとっても喜んでくれたということでございました。食事中、いらっしゃったこの親子のね、笑い声に、私たちも負けじと参加してとても楽しそうだったということでございます。本当に嬉しいですね。あ、これウグイスかな、ウグイスでした、すみません。はい、こちらはですね、朝食の盛り付けと準備をしているところですね。それではですね、メニューのことちょっとお話をお聞きください。今日の朝食は近くの、道端で採れた三つ葉、それからこちらが、パセリ、こちらとこのローズマリー、いちご、これはモネの庭の、畑で採れたものです。これから朝ごはんを作ります。絹さやも採れたので今スープを仕込んでいます。それからサラダを作ったり、昨日仕込んだムングカレーも用意します。それから、新玉ねぎですねの、オニオンスライスです。
仕上がったらまた写真を撮ります。はい、モネさんありがとうございました。朝食いかがだったですかね。とっても素敵でしたね。そしてここでですね、お隣さんからローズマリーをいただいていることなんで、こちらの方の動画もちょっとつけておきましょうか。こちらでございます。ローズマリーのお話です。これは、ハーブの一種でとてもいい香りがします。隣の家がとても大きな株に育ってしまい、困ってしまって剪定したものをいただいてきました。こちらにもあります。そしてこちらにもあります。さあこの枝をどんな風にしようかなと今考えているところです。まずは新しい新芽のところは挿し穂といって増やすために、鹿沼土に埋めようと思っているので、鹿沼土を買いに行ってきます。はい、ローズマリーとっても素敵ですね。こんな朝がモネさんのところにはあるんですよね。ぜひ行ってみたいなと思います。動画概要欄からお問い合わせいただければと思います。それでは本日は以上です。モネさん、また動画の方送ってください。よろしくお願いします。